自殺したの。それを信じられないわ。だってその日、私と会う約束をしていたのよ。死のうとする人間が約束なんてするわけないじゃない。じゃあ、原因に何か心当たりはある？確か、仕事で自殺者が多く出てるビルに行くって。もしかすると、呪いの類が関係しているかもしれないな。そのビルを調べてみようか。このビルだな。入り口を探すか。どこから入るんだろう。この辺り。え？妖怪？見つけたぞ。ここから入れそうだ。威勢のいいやつだな。なんか変だな。俺と変われとか。悪霊には違いない。だが少し気になるな。
でこいつらが呪われているみたいだ。どこかにないか探してみようぜ。じゃあこの人も呪われたのかな。もしかしてこの人があの例の言っていた恋人かな。かもな。だがこいつも悪霊だ。やはり呪いがあるな。元には戻らないの？呪いが原因なら元を立てば戻るはずだ。奴はこの上にいる。よし、それならそいつを探し出すか。奴はこの上にいる。いた。あいつが呪いの元凶か。おうぞ。笑わせるぜ。あれで隠れたつもりか。
余裕で倒せたね。言うね、アキト君。お前がこのビルの呪いの元凶だな。ここで死んだら誰かを殺すまで出られない。死んでからもずっとここにいろ。嫌なら誰か殺せ。胸くその悪い奴だぜ。さっきの悪霊。あいつが消えたおかげでビルの呪いは消えたようです。一体ここで何があったの？あいつはここで死んだ者に呪いをかけるんです。誰かを呪い殺すまでビルから逃げられないという。そうか、だからここで自殺者が続いたのか。ったく、ところてんみてえなシステムだな。僕も逃げ出したかったけど、自分のために人を殺すのはできませんから。そのせいで大事な人を待たせちゃったね。どういう意味ですか？せっかくだから外の空気吸ってこいって意味だよ。それでもお前は人を殺さなかったと思うぞ。そういう人だから彼女も待ってくれたんだろうね。そうですね、ありがとうございます。